調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい先生。手ほどきするは学ぶこと。故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀にとらわれることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。今のは三十郎様かい。ああそうだな。あんなに急いで。何年言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。是が非でも譲ってくれ。よし、米引き立てだよ。ヒロキ殿、
愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい、溝にはまってしまいまして。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってとこさ。間違いねえ。賊が森の中にいんのさ。ああそうさ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ひろき殿、お急ぎよ。お許しくだされ。何も取ってはおりません。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかけるって。イザナギが出とけ、足の番じゃ。勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が。キュアついてねえな。王女じゃねえ。怪我はありませんか。いや、なんでもねえ。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎよ。そこだ、逃げろ逃げろ逃げろ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は。ひろき殿、お行きくだされ。案ずることはございません。誰か！
小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。犬が。この向こう水なもののふは誰だ。して、ケタロ、拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。もう一発じゃ。鉄野郎が、こいつの命、そこまでだ。逃げるなら、おのれ買いかぶりすぎじゃ。化身か何かでございますか。かたじけない、ひろき様。三十郎様をお探しなら、先刻この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん、行くぞ。止めろ。己を買いかぶりすぎじゃ。多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。愛子殿が無事であればよいが。なんてこった。百姓は何も持ってねえ。ジリも積もれば手厚よ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分けまい。なぜ命乞いするなら今のうちじゃ。今だ。大観衆はいつ来てくれるんだい。もう
閉じろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早せ、まだ来るぞ。抑えろ抑えろ。あわや切り殺されるところでした。